ATK 青森手踊りキッズ、青森の伝統芸能手踊り、その伝統を継承し日々稽古に励んでいる手踊りキッズの投稿動画をご紹介します。一人目は菅野文さん、11歳です。踊っているのは津軽おはら節きゅう節です。おはら節きゅう節はとってもこうリズミカルな、ね、踊りです。片足立ちの時間もこう長かったりしてバランスがなかなか取りにくいですよね。軽やかですね。師匠の石川義純さんは踊りの方がきっちりしています。お稽古でたまに泣いてしまうこともありますが、毎回きちんとお稽古に通う根気には感心ですよ。夢は大きく名人と。ふみさん、手踊りの難しいところは？腰を下ろして踊るところです。やっぱり基本が難しいんですね。お稽古で気をつけていることは何ですか？扇子を持っている手と持っていない手をきれいに見せるところを気をつけています、はい、今挑戦していることはありますか？手踊り以外にねぶたの林に挑戦しています。林、最近ハマっていることは何ですか？アイドルの二重にハマっています。新曲パラダイス聞きましたか？2人目は石倉ゆずきさん、11歳です。踊っているのは南部ジンクです。足の先、指先ピンとしてますよね。師匠の小芝社中、小芝英子さんはお稽古に休まず来てよく頑張っています。踊りが本当に好きなんだなという気持ちが伝わってきます。表現力を鍛えてもっと良い踊り手になりましょうと話していました。ゆずきさん、手踊りはどんなところが難しいですか？踊りの間と表情です。お稽古で気をつけているところはどんなところですか？手を伸ばすところと肩を下げるところです。得意な動作は何でしょう？膝を曲げるところです。では手踊り以外の習い事ありますか？縁振りです。地方ですからね。最近ハマってることは何ですか？アニメを見ることです。何のアニメかしら？それも気になります。スパイファミリーちゃん最後は和田紅葉さん、10歳。踊っているのは津軽おはら節きゅう節です。はい、傘も扇子も両方ね、小道具を使いますからね。師匠の太田流津軽民謡手踊り会、太田清美さんは先輩たちと一緒に練習することでいろいろ吸収できていると思います。これからもいろいろな舞台で踊りを披露できるように頑張ってほしいですと話してましたよ。手踊りの難しいところはどんなところですか？紅葉さん。中腰になることです。お稽古で気をつけていることは？指を伸ばして手をきれいに見せることです。はい、今挑戦していることを教えてください。絵を上手に描くことです。よかったら僕を描いてみてあ、そうですよね。紅葉さん、ぜひ酒井くんを